海上配備 X バンドレーダーブルーマーリンに乗せられた海上配備 X バンドレーダー海上配備 X バンドレーダーはアメリカ軍がミサイル防衛用に配備を進めているレーダー。アメリカ合衆国本土へ飛来する弾道ミサイルの警戒、脅威評価を目的としている。アメリカミサイル防衛局によって運用が行われている。ロシア製の石油プラットフォームをベースとすることから、 アメリカ軍としては、珍しいロシア製の装備品である。レドーム内に、大型の X バンドフェーズドアレイレーダーと制御装置、発電装置を搭載し、4機の電動式スラスタを使って、自走航行も可能だが低速であるため、長距離の移動は、重量物運搬船が使われる。全長116メートル、全幅73メートル、排水量は5万トン。 極東からの攻撃を警戒するために、アリューシャン列島のアダック島を母港とし、アラスカ近海の北部太平洋に配備される。小型の弾道ミサイル弾頭を探知、追尾するため、使用周波数は単波長で解像度が高い、X バンドとされており、発信出力もメガワット級と大きい、推定探知距離は 5000km。主契約者はボーイングで、レーダーの開発製造は、 冷オ音が担当している。2005年にテキサス州で建造され、メキシコ湾で試験を行った。その後、端木に搭載され、2006年にホーンミサキ経由で太平洋に輸送された。2007年にはミサイル弾頭探知の試験に成功。その後も弾道ミサイル迎撃試験に参加している。2012年4月には北朝鮮からの弾道ミサイル発射に対応するため、 ハワイより出動し、太平洋上へ配置されたことが報じられた。2016年も9月末から10月にかけて、朝鮮半島沖で約1ヶ月北朝鮮の弾道ミサイルを監視していたことが報じられた。ありがとうございます。